はい、こんにちは、安藤です。今回は投資、消費、浪費、お金の使い方が3つあるっていう話をあなたにシェアしたいと思います。まあ、この動画を見たらどうなるのかあなたに説明したいと思います。まずこれはまあ僕のコンサルを受けた20代の S さんという方でした。で、この動画を見る前は日常生活でどんな風にお金を使えばいいのかよくわからなかったんですけれど、この動画を見て、まあ日常生活を楽しんでお金を増やすことができたと言っています。またこういう方もいました。まあ二人でお金の基礎知識をしっかり学びたいという30代の M 夫婦、まあこういう方がいました。で、この方に、まあこの動画を見てもらったら、まあ二人で三つのお金の使い方を考えて買い物をしてます。まあこういう風になりました。ぜひあなたもこういう風になってもらえればと思います。ということで、今回の動画は3つのお金の使い方を学ぶという動画になっています。で、そもそもなんで僕がこの動画を作ったのかというと、まあいろんなお金持ちのセミナーに出たり、本を勉強して学んでみたんですけれど、何をすればいいかよくわからない時期というものがありました。で、その中でお金を増やすために大切なことは、資産を増やして負債を減らす。まあこれが大切だということがわかりました。そして、まあ僕自身、資産を増やそうとか、負債なんか絶対買うのをやめよう。そういうふうに決心して、これからどうやってお金を増やそうかっていうのをワクワクしている自分がいたんですね。しかし、なんです。どうやって日常生活で資産を増やして、負債を減らすっていうのがよくわかんなかったんですね。まあなんか家とか車とか家電とか、まあそういう大きい買い物をするときはなんかすごい意識できている自分はいたんですけれど、まあそれ以外の普段お金を使うときってのは全く何をしていいのかわからない自分がいました。にもかかわらず、なんか自分の貯金とかお金が減っているなっていう事実はあったんですね。そして、まあ僕自身、どうやってこの資産を増やして負債を減らすっていうことを日常で実行するのだろう、わからないなっていう悩みがありました。なので、僕と同じ悩みを抱えていたら、まあこの動画っていうのは本当に役に立つと思います。日常生活でお金が増えるお金の使い方、ぜひこれをあなたにシェアしたいと思うので参考にしてください。で、今回の動画はお金の使い方3つ学ぶ動画になっております。そしてそのお金の使い方とは具体的に投資、消費、浪費、この3つについてあなたにシェアしたいと思います。ですから、この投資、消費、浪費、この3つとは日常生活でどんなお金の使い方なのかなっていうものをこの動画であなたに捉えてほしいと思います。そして何回も言うんですけど、この動画の目的は日常生活で資産を増やし、負債を減らすにはどうすればいいのかという動画です。ぜひ、これをリンクさせながら、投資って何だろう、消費って何だろう、浪費って何だろうっていうものを頭に入れながらご覧になっていただけたらと思います。では、行きましょう。で、まぁ、今回は日常生活で資産を増やし、負債を減らすっていう動画なので、まぁ、こういう一日を考えてみましょう。で、ある女性がいて、まあ、この人が朝起きました。そして朝起きた後、パン屋さんに行って朝食を買いました。そしてその人は朝食を食べた後、まあ、自分の将来の勉強のための本を買いました。そして勉強のための本を買った後、まあ、この人は保険屋さんと会って保険の契約を結びました。そしてその保険は無駄な保険の契約だったとします。そして、この人は無駄な保険の契約を結んだ後に、まあ自分が1ヶ月使った電気代を払いました。そして、電気代を払った後に家に帰って寝ました。まあ簡単にこの人がこんな1日を過ごしたとします。じゃあ、この人の1日を振り返ってみると、お金の使い方っていうのが3種類あるっていうのがここからわかると思います。まずは、ここに注目してみましょう。朝食を食べたとか、電気代を払うとか。まあこれってどんなお金の使い方なのかというと、生活のために今必要なお金ですよね。朝ごはん食べるとか食事をするっていうのは生活のために必要なお金ですし、電気代を払うっていうのも生活に必要なお金ですよね。あとは水道代とか洋服代とか、まあこういうのも生活のために必要なお金だと思います。そして次に、これに注目してみましょう。将来のために勉強の本を買ったお金。これはどういうお金なのかというと、その人の将来のためのお金ですよね。その人が将来より良くなるために使ったお金になります。そしてもう一つ、
この無駄な保険の契約のお金を見てみましょう。これはどんなお金なのかというと、何も生み出さないお金、まあ、簡単に言うと無駄遣いのお金になります。ということは、日常を見てみると、こうやってお金の使い方3つあるということがわかります。生活のために今必要なお金と、将来のためのお金、何も生み出さないお金、まあ、このような3つのお金があるっていうことをまず頭に入れてほしいと思います。じゃあこの3つのお金とは何なのか、具体的に詳しく説明をしていきます。まずは将来のためにお金を使うこと、まあ、これについて説明をします。まあ、将来のためにお金を使うことってどういうことなのでしょうか。例を出してみましょう。例えば今回の例で説明したように、勉強、将来の勉強のための本とかセミナー代、まあ、これは将来のためにお金を使うことですよね。また人脈を広げるためにパーティーに行ったりとか、なんかそういう風に使ったお金っていうものは将来のためのお金になりますよね。お客様を紹介してもらう可能性があるので、こういうお金も将来のためにお金を使うことになります。そして例えばあなたが健康のために運動靴とかスポーツウェアを買ったとしましょう。これも将来のためにお金を使うことですよね。健康にいるっていうことは医療費がかからなくなるので、そのために使ったお金っていうものは将来のためにお金を使ったことになります。じゃあこういうふうに将来のためにお金を使うことっていうのはどういうものなのかというと、こういうふうなお金の使い方ってことがわかりますよね。あなたの資産を増やす使い方、あなたの資産を増やす使い方っていうものが将来のためにお金を使うことということがわかります。で、こういう資産を増やすお金の使い方、将来のためにお金を使うことを何というかというと、投資と言います。ですからこの投資っていうものは、将来のためにお金を使うことで資産を増やすお金の使い方なんだなっていうものを、ぜひあなたにここでシェアしたいと思います。そして次にこのお金の例を見てみましょう。何も生み出さない無駄なお金。じゃあ何も生み出さない無駄なお金っていうものはどういうものがあるかというと、例えば無駄な保険の契約、これはもう何も生み出さない、まあ、無駄なお金ですよね。また日常生活で無駄な水の流しっぱなし、まあ、これも何も生み出さない無駄にお金を払っていることになりますよね。また買いすぎたお惣菜、これも何も生み出さないんですよね。無駄遣いになりますよね。で、こういうふうなお金の使い方はどういうものなのかというと、こういうふうにまとめることができます。負債を増やす、あとはただの無駄遣い。負債っていうものはあなたのお金を減らすものでしたよね。またただの無駄遣いっていうものも、将来あなたがお金を増やすために増やせたお金を今無駄遣いに使ってしまうということで、負債を増やすということになります。で、こうやって何も生み出さない無駄なお金だったり、負債を増やすお金、ただの無駄遣いのことを浪費と言います。ですから、まあ普段浪費をするなとか言われると思うんですけれど、浪費っていうものは負債を増やすお金だったり、ただの無駄遣いのことっていうふうに頭に入れてほしいと思います。そして3つ目、生活をする上で必要なお金、まあこれについても説明します。まあ、生活をする上で必要なお金って何かというと、まあ、先ほど説明したみたいに、電気代だったり、食費だったり、あとは洋服代、まあ、こういうものも生活する上で必要なお金ですよね。あとは家賃とか、まあ、そういうものもありますよね。じゃあ、こういうお金の共通点は何かっていうと、まあ、資産とか負債とは、まあ、直接あまり関係ないお金の使い方ですよね。生活のために必要なお金、まあ、こういうお金の使い方もあるっていうこともあなたにシェアしたいと思います。そしてこのことを消費と言います。資産とか負債とか関係ない生活のためのお金を消費って言うんだな。ぜひこれをあなたにシェアしたいと思います。ということは、普段日常生活でお金を使うときに、お金の使い方は3つあるということが分かりましたね。1つ目は投資、2つ目が浪費、3つ目が消費という話をしました。で、もう一度おさらいしてみると、投資っていうものは資産を増やすお金の使い方。まあ、今回の例で言うと、勉強の、将来の勉強のための本題だったり、セミナーだったり、まあ、こういうものが資産を増やすお金の使い方という話をしました。そして、これを日常生活でどう活かせばいいかというと、投資を増やせばお金は増えますよね。ですから、投資っていうことを学んだら、まずあなたが日常生活で考えてほしいことは、投資をどうやって増やそうかっていうふうに考えてほしいと思います。では、浪費についてを少しおさらいしてみましょう。浪費っていうものは何かというと、
負債を増やすただの無駄遣いのことでしたね。まあ、今回の例では無駄な保険の契約だったり、水の無駄遣いだったり、あとは無駄なお惣菜を買っちゃったりとか、まあ、そういうお金の使い方でした。じゃあこれを日常生活に生かすにはどういうふうにすればいいのかというと、浪費を減らしていくって考えればいいですよね。浪費を減らそうって考えれば、負債が減ることになるので、あなたのお金はどんどん増えることになります。そして最後の消費。まあ、この消費とは生活のためのお金でしたね。まあ、今回の例で言うと、食費だったり電気代を払ったり、まあ、生活のためにお金を使うことを消費と言いました。じゃあこれを日常生活でどういうふうに使っていけばいいのかというと、まあ、見直していけばいいってことですよね。ああ、こんだけ食費がかかってたんだけど、もうちょっと自分は食費を減らすことができるなとか、そういうふうに見直していけばいいということがわかります。ですから、日常生活で資産を増やしたり、負債を減らすっていうことは、この投資とか浪費とか消費っていうものを考えるっていうことになります。ということで、今回の動画は日常生活でどうやって資産を増やして負債を減らすかという話をしました。そしてそのためにとても大切な知識っていうものは、お金の使い方っていうのが3つあるということでしたね。具体的に3つの使い方は何かっていうと、こういうものでした。まあ、投資、将来のためにお金を使うこと、浪費、ただの無駄遣い、負債のためにお金を使ってしまうこと、そして消費、生活のためのお金。この3つのお金があるということが分かりました。そして資産を増やして負債を減らすためには、この3つのお金の使い方をあなたがどうやって日常生活で行えばいいかっていうことを考える必要がありました。具体的には、投資は増やして、浪費は減らして、消費を見直す、これを行っていけば日常生活で使えるという話をしましたね。ですから今回の動画で大切なことは、まずはあなたが普段お金を使っている中で、投資か消費か浪費か、これを見分けられることっていうのがとても大切になります。今あなたがお金を使っていて、あ、これは投資なんだな、これは消費なんだな、これは浪費なんだなって見分けることがまず大切になります。今回の動画を通して、ぜひこの投資と消費と浪費を見分ける訓練をしていってほしいと思います。これからこの投資、消費、浪費をマスターして、あなたの資産を増やして、負債を減らしていってほしいと思います。